こんにちは、Amazon supporter 堀秀夫です FBA 納品バーコードラベルのチェックポイント。まあ、納品設定しているとね、ラベルの選択のところでこういう風に、まあ、マニファクチャーバーコードを使うと、ね、エリタブルになるというようなね、こういう表示が出てくることがあります。まあ、これどういうことかというと、 マニファクチャーバーコード、つまり商品に元からついているバーコードをのままで納品すれば、エディタブル資格、ね、カートが取りやすくなりますよというような、ね、表示ですで。これ私たちはね FBA でもともと納品してますので、まあ、マニファクチャーバーコード、ね、のままで納品しようと、まあ、Amazon のバーコードを使っても、まあ、通常は、まあ、カートは取りやすいです。まあ、ところが、Amazon の事情としてですね、 今、オーストラリアは、まあ、コロナでロックダウンとか盛んでね、えー、州の境を、えー、封鎖したりしてますんで、おそらく輸送があまりスムーズでないと。ね、でシドニーとメルボルン、ね、に2箇所に倉庫、えー、があるんですけど、これ車で10時間離れてますんでね、できればマニュファクチャーバーコードのままで納品してもらって、えー、シドニーにあるものはシドニーで、えー、販売した時に送ると。 メルボルンで販売したのはメルボルンに送るというのをね効率化するためにはまあ納品設定の時にえマニファクチャーバーコードをえー使ってもらって混合在庫つまりえ他の出品者の在庫もえあなたの在庫もまあ区別なく扱うというねえやり方が効率いいでこういう表示が出ていますまあところがこれねえ混合在庫もきちんと管理できてなかったり あるいはね、他の人で、えー、コピー商品を売ったり、壊れた商品を売ったり、えー、不,不,不具合のある商品を売った時にね、えー、他の人の商品が問題だったのか、ね、あなたが納品した商品が問題だったのか、えー、区別がつかないです。これ、そんなバカなという気がするんですけど、実際問題は区別つかないです。まあ、それでトラブルになった事例があるんでね、混合在庫はできるだけ使わない方がいいという風にね、えー、アドバイスしてます。 まそんなわけで、まあ、この表示出たときはね、えー、Amazon のバーコードが出ればそのまま Amazon のバーコードを使って納品してください。ただ、Amazon のバーコードが出てこないときはまあしょうがないんでね、選択の余地がないんで、まあ、マニュファクチャーバーコード、つまり元ついてるね、ジャンコードのまま納品するしかないんですけど、まあ、このマニュファクチャーバーコードのままの納品というのはね、えー、できるだけ避けたいなといねいうのが、えー、正直なところなんで、まあ、えー、なるほどなというのをね、えー そのようにしていたか、どんなことがあったんだと、気になる方はね、こちらの記事の、こちらのリンク先の記事をチェックしてみてください。まあまあね、えー、なるほど、これは使わない方が無難だねというような、ね、判断になると思います。またこれ、ね、えー、見て、確認事項、ご質問、ご報告があればお待ちしてます。a m a z o n f サポーター、堀秀夫でした。